はい、どうも、コミです。さて、本日もですね、AB さんとの交流戦から動画見ていきたいと思うんですが、今回でこの交流戦からの動画も最後です。まあ、皆さんがかなりね、練ったプランニングからのアタックしてくれたので、だいぶ見どころの多い、勝負になってですね、動画3回に分けてしまいましたが、まあ、これで今回で最後というところなんですけども、テーマはスーサイドですね。スーサイドって何かっていうと、ヒーラーをね、使わないヒーローパートを展開してから主力を出すと、まあ、いう攻め方ですね。クイヒーとかもよく見かけると思うんですけども、グランドオーデンのオーティヒーとか、まあそういうね、ヒーラーを使う戦術っていうのは、ユニットを延命させることを基本にしてますけども、ではなくって、もうヒーローたちをね、体力のある限り働かせて、仕事をさせ、で、その後残った施設を、主力部隊で壊していくというね、戦術になります。まあ、これの利点って何かってとこも含めて話をしていきたいというふうに思うんですけども、まず、1本目はですね、こちらを見てもらいたいなと思います。これですね。はい。グリグラさんのアタックですね。で、これ、スーサイドを使っているんですが、まあ、一般的にはドラゴンラッシュって呼ばれる、呼び名の方が、一般的かもしれませんね。ちょっとね、少し止めてだけ話をさせていただきたいんですけども、これですね、グリグラさん、今回は初見です。で、基本的にスーサイドをする場合って初見が多いんですね。で、スーサイドパートの後には、なんでかっていうと、空ユニットを使うことが多いからです。で、まあ、それはね、ちょっと なぜかまた別の機会に説明しますけども、っていう、まあ、ふうに、基本やるもんだぐらいに待つと思って今回は聞いてほしいんですが、で、今回ですね、多分グリグラさん、このね、村をパッと見たときに、ヒーラーを使ったクイヒーがすごいしにくいなと思ったんじゃないかなと思います。あとはイエティも使いにくい。なぜかというと、いろんなところにこう壁の隙間がこうありますよね。あるので、こういうところをね、ヒーラーで、クイヒーでね、やっていくっていうのは、まあ、結構リスキーで、これ壁の内側にうまいこと入ればいいんですよ。入ればいいんですけど、入れなかった場合には壁の外回って、こういうシングルインフェルノにね、クイーンがやられちゃったりとか、するね、リスクがめちゃくちゃ高いわけですよね。で、それがすごく多分嫌だったと思うんです。でさらにこの援軍もまあ釣り出しにくいですしね。アドバンテージが非常に取りにくいという、まあそのクイヒーパートの難しさがあったので、クイヒーは嫌だ。あと、しかもまあイエティをやったとしても、このやっぱ同じですね、壁に隙間がこうあるんで、イエティたちが壁の中をこう進むっていう絵を多分描きにくいんですね、この、ボキボキさんの村って。ちょっとね、そういういやらしさがあるその配置なので、そこをじゃあどう取っていくか。しかもこれ初見なんで、星には絶対に欲しいというところですね。で、見ていくと、クロスボウがおそらくこれ2機ですね。対地になってる。これ対空ですけどね。っていうところに多分着目して、ソラパークっていうのも多分考えたなんだと思います。で、この村をパッと見ると、まあこんな感じで、T 字の形になってますよね。なので、まあこの辺っていうのをガツンとこの突撃艦を使って潰していけさえすれば、あとはドラゴンで最低星2を取りながら延長展開狙えるかなっていう、まあプランニングだったんじゃないかなと思います。さらに、まあ、これね、ラバルではなくドラゴンを選んだもう一個の理由は、対空砲がめちゃくちゃこう外側にあるからだと思いますね。この対空砲が外側にあるっていうのは、ヒーローとかでこれを簡単に削れてしまうという、まあ、その利点があるんですね。攻め手側からすると。まあ、一方で、ラバルなんかを使う場合には、ラバーハウンドがね、その中心部に滞在してくれないので、バルーンたちへのターゲットっていうのがガンガン入っちゃって、まあ、ラバルは回しにくいというね、なんていうのかな、特徴もある。まあ、そういう対空砲の配置になってます。なので、多分ラバルじゃなくてドラゴンにしたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まずこの1本目の、対空砲ですね。まあ、こんな感じで、ドラゴンとバルーンで削っていく。で、はい、出てきましたね、これ。ヒーローとババキン。で、こいつらを使って何をしてるかっていうと、ドラゴンたちのルートを作ってんですね。ちょっと一回止めますけども、スーサイドパートで、よくやるべき、ヒーローの使い方っていうのはルート作りです。で、ここに関しては、今突撃艦でこう削っていきましたよね。こいつを使って。で、ドラゴンたちのルートが今、こんな風になってるんですけども、ここをドラゴンで削りたいと。いう感じですよね。そうすると、ちょっと広すぎるんですね。広すぎて、やっぱり0時の恩恵に預かりにくいので、じゃあどうするか。ここの部分を、ババキンとクイーンで削っちゃうんですね。
こんな感じで、そうすることによってこのドラゴンが進むルートを限定してあげる。でスーサイドの基本はこういうようなヒーローの使い方です。ルートを作るためにヒーローを使うっていうのがまあ基本的な考え方になります。でまあこれがですね、またちょっとね変わってくるケースもあるんですが、まあ特にドラゴンの場合にはそれが一番ベーシックな使い方だと思いますし、特に初心者が入るにはヒーローパートのまあ仕事を一番させやすい形ですね。さらにこれフラン城の範囲内にヒーローたちが入んないってことも重要です。これに、ね、入っちゃうと、ちょっと流しながらいきましょうかね。入っちゃうとせっかくね援軍を無視して進めるソラユニットがいるのにアイスゴーレムなんかが出てきたり、まあ、ラバーハウンドが出てきたりすると、そこですごいあのドラゴンが足止め食らっちゃって、せっかくね援軍無視できるはずが元も子もないということになりますよね。なのでそういう風にさせないように、援軍のねこの効果範囲にヒーローたちが入んないような場所から出していくというのが基本になるかなという風に思います。であとはですね、ヒーローたちとあとドラゴンたちをこう並走させてこう面で押していくっていう感じですね。こんな感じ、ここにドラゴンたちがこう走っていきながら、ドラゴンですね、ドラゴンたちが走っていきながらこっちを、キングとクイーンで、まあ、こんな感じで並走する感じ、こんな感じですね。で、最後まで持っていくという形をとっていますね。まあ、スーサイドっていうと、やっぱりですね、あの壁の中にヒーローを突っ込まして、ホール破壊して、クイーン倒して、もう L 字を救って、みたいな、あのね、イメージする方も多いと思うんですけども、シンプルにこういう風に、壁際をね、歩かせていって、援軍を釣らないように歩かせて、ドラゴンのルートを作る。まあ、これもね、立派なスーサイドだと思うし、まあ、そういうとこからね、スーサイドパートって入っていくのが、まあ、初級編かなという風に思います。で、まあ、初級編が見れたところで今度はね、中上級編というか、まあ、一気に多分これ上級編に飛んじゃうと思うんですけども、上級編も見ていきたいというふうに思います。で、まあ、このアタックがね、まあ、本日のメインディッシュかもしれないですね。めちゃくちゃうまいんですが、秘書剣のアタックになります。これね、どういうふうに取っていくかっていう と、このタウンホールのところら辺、ここら辺をですね一気にヒーローパートで削っていくんですね。キング、クイーン、ロイちゃんを主に使って、ここを、おっと、いいとか、言ってますね。なかなか出てこないから、一時停止してるかと思いました。ここをね、全部ヒーローで削っていきます。ちょっとまあ見ていきましょうか。で、見ていってほしいのは、ヒーローで削った後、みんなね、実はこれ、ラバルだというふうに多分誤解したと思うんですけども、どこにもラバがいないんですね。なんと、バルーン43体という10バルーンで取っていきます。まあ、これもすごく面白かったですね。何しろまあ、この攻めの場合には、ヒーローパートがすごい秀逸で、見ていてね、尊敬すらするヒーローパートだったんで、ぜひね、そこもちょっと詳しく話をさせてほしいと思って、まあ、撮っているところなんですけども。今回のね、このアタックっていうのも、おそらく、シングルインフェルノがこう3本あって、クイヒーをすごく回しにくいんですね、このキリさんの村。で、これもダミー壁がここにこうありますよね、あるんで、クイヒーを入れていくっていうのも結構大変。今回、スーサイドで、この中に、このホールにクイヒー向かわせられたのは、これなんていうのかな、クイヒーじゃないから多分できたんですね。クイヒーでやっちゃうとヒーラーがババキンにスイッチしちゃったりなんだりして、まあ、えらいことになっちゃう、どちらかっちゃうと思うんですけども、スーサイドの利点っていうのはこういう風に、キングとかロイヤルチャンピオンを、贅沢に使って、そのなんていうのかな、アーチャークイーンならアーチャークイーンを中に詰ませたいんだったら、そのための、お膳立て、まあ、カットっていうのをしっかりできるっていうね、ところにもまあその利点があるかなという風に思います。で、あとはこれね、フリーズとヘイストを使いながら、範囲攻撃をひたすら止めていきますね。投石機とか、この、ウィズトとかですね。こういうのを止めていって、最後、裏からもバルも出して、ウィズトのターゲットを取りながら破壊していくという形ですね。いやー、すげーなーっていう感じなんですけども、まあ、これをまあ可能にしてるのがスーサイトの技術だと思うんですが、このキーさんの裏って、初見でもな、確かね、2、3回攻められてるんですね。秘書剣なんですけども、確かこれ、クイヒーかなんかを使って攻められているはずです。で、それだとね、非常に落としにくいというふうに踏んだフミさんが、まあ、この、攻め方に切り替えたというところなんでしょうけど。さあ、で、ちょっとですね、このアタックもう一回見ていきたいと思います。そのスーサイドの中上級編って何がいるのっていうところなんですけども、私も今でこれね、練習中なんで、なかなか大きなことは言えないんですが、個人的に今の段階でこのスーサイドパートの難しさの一つっていうのは、ヒーローの動きを読むってことだと思うんですね。ちょっとね、すみません。今止めなきゃよかったな。早送りしちゃいますね。ヒーローが出てくるまでこの辺からかな。よいしょ。
このタンホールに、アージャクイーンを向かせていこうと思ったらどういう順番でどこにユニットを出せばいいかっていうのがねすごい難しいと思うんですよね。でこれババキンってここに出ましたよね。そうするとこういう順番で歩くっていうルートが皆さん見えますかね。これはね結構まあ定石です。こういうとこに前に出した場合には、例えばキングをここに出すとしますよね。ここに出すと、一番近いのがここ。で、次がこっちなんですね。で、さらにこういう風に歩いていくっていう、まあそういう習性があるんで、まあそれと同じですよね。このね、ルートっていうのはよく使うんで覚えておいた方がいいと思いますけども、ツーサイドってトゥンクでこういう風にヒーローがどういう風に動いていくのかっていうのも序盤にすごい多分計算しないと、できないんだろうなっていう風に思っていて、そこができるかどうかが、まあ使いこなせるかどうかの大きな分かれ道かなという風に思います。で、そこが見えてくるとアーチャークイーンがこの辺の大砲とかにねターゲットを集中しながら前進する絵がまあぼんやり描けると思うんですよね。でロイヤルチャンピオンでこの三次方面も破壊をしていってるのでアーチャークイーンがそっちにそれる心配もないと。でタウンホールまでまあ行ける絵がなんとか描けるってとこですね。まあ言うは優しいあるは形なんですけどこれもね、こういう風などのユニットが、とかまあキングをね、どこに出したらどういう風に歩いていくのか、これをね、読み間違えちゃうとどえらいことになっちゃうので、それをね、しっかりと見極められるかどうかっていうところが、まずね、スーサイドをする上ですごい重要なポイントになってくるのかなと、思います。で、さっきのドラゴンと違って、スーサイドラバルをする場合に重要になってくるのは、タウンホール、あとは相手のアーチャークイーンですね、で、ロイヤルチャンピオン、でこいつらっていうのは、なるべく処理できた方がいいと思います。スーサイドパートでですね、なんでかっていうと、このタウンホールには必ずトームを使わされちゃうからっていうのがある。でロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンはラバルじゃ処理はしきれないんですね。もうガーゴイルを使うかパピーを使うか、ないしはこういう突撃艦の中にドラゴンを入れて処理するかとか、そんな風しかないの でここをなるべくですね、スーサイドパートで処理できるかどうかっていうのが、そもそもスーサイドをやるかどうかの分かれ目になってくると思います。でこれがあまりにもできないんであれば、ラバルを無理にやるのは多分避けた方がいいのかな、他の攻め方をした方がいいんじゃないかなっていう風に思いますが、今回フミ様はですね、この突撃艦も使うことによってこの3つしっかりと処理ができる絵を描けたので、この最後ねバルーンを回していったんだと思いますね。こんな形でここ、レイジからのクローンで、ライトニングドラゴンとバルーンを一気にここで暴れさせると。でもこんな感じで防衛軍もですね、中からは、これ何だったかな、アーチャーとあともうちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい。なんですけども対空の防衛が少ないことを分かってたんですね。これ初見じゃないし、初見なんで、なんで、あえてですね、この防衛軍を釣らないところでこうヒーローを使っていく、まあ、さっきの1本目の攻めでも言いましたけども、そういう付け方をしていくという形で、防衛軍を無視する格好を取ってますね。やっぱそうするとね、やっぱりその空ユニットの天敵である防衛軍が無視できちゃうっていうのはでかくて、それができるかどうかっていうね、その中に防衛軍の中に何が入ってるのかっていうところも、戦術は空を選ぶのか陸を選ぶのかっていう、まあ、大きなね、分かれ道になってくるんじゃないかなというふうに思いますですね。まあ、こんな形で、まあ、なんでラバーを入れなかったかっていうところは、ちょっとそこまで話をすると長くなっちゃうんでしませんでしたけど、まあ、個人的にはですね、まあ、せっかくなんでそこまでちょっと個人的な感想を言うと、壁際なんですね。こんな風に壁際にあるので中心部分のこの辺っていうのは、ラバーハウンドのターゲットが全然取れないゾーンになっちゃうんですね。この投石機もこれ、ターゲットをラバーで取ろうと思ったらこの対空砲に当てるしかないじゃないですか。もちろん対空砲には当たらないんで、でもシングルインフェルノがあってすぐ対空砲に、ついたラバーハウンドが溶かされちゃうんで、投石機のダメージが結局は、バルーンにガンガン入っていくということを考えたら、もういっそのこと、バルーンラッシュで押し切った方が、ラバーハウンドにコストを割くよりも、合理的なんじゃないかなっていう判断だったんじゃないかというふうに思います。この投石機もそうですね。でギリギリこの対空砲にはまりますけども、シングルインフェルノがあるのでやっぱりラバーがすぐ溶かされちゃってバルーンにダメージがいってしまうと。これですね、であれば、まあ、ラバーハウンド少なめてもいいんじゃないかなっていう判断だったんじゃないのかなって思います。まあそこはちょっとフミさんのみぞ知るところだと思うんですけども、まあ、こんな風にですね、とにかく、スーサイドパート、これもまあさっきの1本目のボクトキさんと同じで、こう壁の隙間が非常に多いんで、食い火回しにくいんですね。でこういう場合っていうのはやっぱり、ヒーローにヒーラーを使わないスーサイドっていう攻め方が、まあ本領発揮する場面じゃないかなというふうに思うし、その時に重要になってくるのは、キングとか、まあ、クイーンとかがどの施設をどういうふうな順番で狙っていくのかっていう序盤の見極めがすごく重要になってくるんで、
あと、防衛軍ですね。中に何が入ってるのか。この辺っていうのをしっかり見ながらですね。対空で攻めやすい、村なのであれば、村なのっていうか、まあ、防衛軍がその対空でない援軍なのであれば、ヒーローで、その援軍を釣らないようにね、スーサイドパートを展開していく。で、それをしながら、さっき言った主要な施設を削っていけるかどうか。まあ、この辺が、スーサイドで攻めれるかどうかの、まあ、境目になってくるのかなと思います。まあ、アーチャークイーンとかをね、処理できるからといって使ったものの防衛軍引っ張っちゃいましただったら全然話が変わってきちゃうのでね、それはちょっと避けた方がいいと思うし、まあそういう風にはしない方がいいという風に思いますね。はい。で、最後ですね、これ見ていきたいと思います。これですね。もっと簡単なスーサイド、ラバルです。これはね、まあ、スーサイドがそもそも食い火以外はできませんっていう方のための、まあ、動画と思ってちょっと見てほしいんですけども、まあ、スーサイドにね、こう抵抗感がある人っていうのは、まあ、こういうとこから始めてもいいかもしれないっていうのを、この1本目と3本目では言いたいですね。で、2本目は本当に、ゴリゴリのまあスーサイド、もうこれぞスーサイドみたいなね、ヒーローパートですごい練られた、なんていうんですか、ヒーローの動かし方をしていく。攻め方ですけども、まあ、こんな風にね、序盤のヒーローでゴリゴリやるわけではなくて、ボフボヒーローを使わなくても、まあ、あと全開が取れちゃうような、プランニングもできます。でもこれも立派なスーサイドですからね、それはそれとして、ああいうね、なんていうのかな、すごいハイレベルな、ヒーローパートだけがスーサイドではないと私は思っているので、まあ、そんな意味で、ちょっとこれを参考にしてほしいというところですね。このボキボキさんのプランすごいですよね。これは自分で後で私も見て思ったんですけど、よくこれ考えついたなっていう感じですね。これテンプレだと思うんですが、なんかの動画で見たのかな？すげえいいプランだと思うんで、まあ、これ見かけたらもうこの方法で撮ってもらうでもいいと思うんですけどね。テンプレ攻略として。で、中心部のこの、まあ、ライドラバルーンですよね。あの、赤根式と呼ばれるこの、戦術の刺さり方が半端ないですね。で、それをしてから、この九時方面、バルーンたちで削って、一気にこの、間違えた、六時方面ですね、ここ。を、バルーンたちで削って、こいつらが、九時方面に移った段階で一気に、追加のバルーンを出していくと。で、これもですね、実は、トーム、多分ね、これね、グランドウォーデンをバルーンの先に出したよりも前に出しちゃってるんで、トーム使わされちゃったりしていて、ここで思いっきりこう、グランドウォーデンもバルーンも、あの、爆破ダメージ落ちちゃうんですよね。落ちちゃうんですけども、それでも残ったバルーンが押し切れちゃうっていう、まあ、この、なんて言うんですか、プランニングの、勝利と言っても言いますかね。うん、その感が半端ないですよね。ロイヤルチャンピオンとかもこれ使わなくてもよかったんじゃないかっていうレベルですからね、こうなってくると、もはや。まあまあ、こんな風にですね、まあ、最後ヒーローで掃除なんていうね、贅沢な、攻め方が、できてしまっても、まあこれも立派なスーサイドですので、まあ、この最後のアタックからまあ私が気づいたことは2つで、1つはまあ単純にこの配置よく見るんで、テンプレ攻略として、ある種、まあこれ、使わせてもらってもいいかなっていうのが1点と、やっぱり今みたいにですね、ラバルを回そうと思ったらどこが邪魔なのかなっていうところですよね。この邪魔なところっていうのをしっかりと、ヒーローパートで潰していく。ないしはまあ、赤根式なんかも使ってもいいですね。この突撃艦の中にこのライドラバルーンを入れて、ね、クローンレイジを増やすことによってこの中心部壊したような感じ。これですね。うん。やっていく。で、そうやってルートをいかに作っていくかっていうところの絵が描けるかどうかが、まあ、スーサイドを成功させられるかどうかの大きな分かれ目になってくると思うので、まあ、こんな風にですね、ヒーローパートプラス、まあ、突撃艦パート、まあ、そこまで見てもいいと思います。この二つで、しっかりとルートを作れる、場合には、まあ、こういったですね、ヒーラーを使わないスーサイド戦術っていうのが、まあ、非常に生きるかなと。あとは、まあ、そのスーサイドから派生する場合には、ドラゴンないしはラバル、みたいな、サラユニットの方が、まあ、効率的です。なんでかっていうと、さっきも言ったように、ヒーローパートで援軍を釣らないで済むような、運用ができる、場合には特にそのメリットが大きくって、ソラユニットだけを使うことによって、まあ、アイスゴーレムとかラバーハウンドが援軍入っていても呼び出さずに、終わらせちゃうことができるんですね。っていうね、メリット、なるべく相手の防衛を無効化しながら攻めた方が当然こっちのアドバンテージ大きいんで、そういうですね、利点があります。なので、援軍を、陸空のヒーロー、キングやクイーン、ロイヤルチャンピオンで、呼び出さずに使えるような、絵を描きながら、ラバルないしはドラゴンのルートを作っていく。
まあですね、クイヒを主に使っている方はクイヒでどうしても、攻める絵が描けない場合に、まあ、このスーサイドと呼ばれる、戦術を使うでも全然私はいいと思うし、まあ、自分自身そういう順番で使ってるんですけども、まあ、非常に、ね、難しい奥の深い戦術ではありますが、今回のこの1本目や3本目みたいに比較的簡単に、ね、運用することもできる場面もありますので、まあ、そういう、ね、ところを狙って使っていくところから始めるんでも、まあ、全然いいと思います。まあ、ぜひ、ね、こういった動画が参考になってですね、まあ、その、クイヒ一辺倒だったところを少し幅広げて、みようかなと思ってもらえたら、まあ、本当に嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、少し本日の動画、ストップ&ゴーでリプレイ流していったんで、だいぶ長くなってしまいましたが、参考になるところがあったら嬉しいです。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。結構ね、タウンホール13とかのメンバーも増えてきて、かなりハイタウンホール帯の、クラになってきましたけどもね、こんな形で、まあ、いろんな大会交流戦、頑張っていきたいと思いますので、お待ちしております。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。